女子ゴルフの渋野日向子サントリーが23歳の誕生日を迎える15日を前に新たな変化を予告した22歳最後の大会となった国内ツアー伊藤園レディス12から14日千葉グレートアイランドシーは残念ながら予選落ち良い締めくくりとはいかなかったが渋野日向子はこの1年を いろいろ挑戦した一年でしたが、本当にいろんな人に支えられて、調子が悪い時でも、たくさんのスポンサーさんだったり、家族が応援してくれて、ここまで頑張ってこられたと思います。年を取るたびに、周りの人や家族へのありがたさを感じています、と振り返った。22歳の一年は、今年から着手した。 スイング改造の結果が伴わないこともあって当初は反対の声も多かった自身の耳に入っていたが信念を曲げず努力を重ね10月の国内ツアー2勝につなげた2019年 AIG 全英女子オープン制覇などの実績を残したスイングに手を加えるのは勇気がいることだが さらなる高みを目指して変わることを恐れなかった。来月には、米ツアー予選会を控え、かねて本格参戦を見据えていたこともある。晴れて予選会を突破すれば、来期から米ツアーメンバーとなる。23歳の1年も、さらなる飛躍を期待される中、いくらでも変われるし、 伸びしろもあるなと感じられる22歳の1年間だったのでこれからはもっともっと自分が変わることを恐れないように前を向いてやっていけたらいいかなと思いますと決意もちろん変えることありきではないが今までの自分にとらわれない姿勢でひたすら進化を求めていく稲見萌寧2 30アンダーで単独首位浮上 パターが入ってくれた、女子ゴルフ、伊藤園レディース、第2日、13日。グレートアイランドシーイコールパー723位から出た、賞金ランクトップの稲見もね、22、イコール続き電気イコールが2度の3連続を含む8、バーディー。ボギーなしの64で回り。通算10アンダーで単独首位に浮上した。最終日は、 今季9勝目。通算10勝目を狙う。上田桃子が通算9アンダーで2位につけ。稲見と激しい賞金上を争いをしている古校、綾香は1アンダー13位。渋野日向子は75と崩れ通算6オーバー67位で予選落ちした。自力の違いを見せつけた。腰痛を抱える稲見が8バーディー。 ボギーなしのベストスコア64をマークしばたたく間にリーダーズボードのてっぺんに駆け上がった今日はパターが入ってくれたのでそこが一番スコアにつながったにこりともせずに振り返った3週前の富士通レディースで発症した腰痛に今週も悩まされているこの日も痛み止めを服用してのプレーで ラウンド中は特に気にはならなかったけどスタート前は痛みがあったという状態だったがそのハンディを感じさせない見事な内容だった1番でいきなり5メートルを沈めてバーディー発進すると567番はショットを2メートル以内につけて3連続バーディー後半も勢いは止まらず 4バーディを量産。最終18番は右手前5メートルのバーディーパッドを決めたそれでも満身はない腰痛の影響でスイング時の腰の回転が不十分な状態でショットの調子はめちゃくちゃ悪い結果はピンの近くに行ったけど自分の中ではミスショットがあったそれを パターでカバーできたのが良かったと冷静に自己分析した。本来の調子ではなくても最終日を2位に1打差の単独首位で迎える。賞金女王争いで約396万円差まで肉薄してきたフルコートは9打差がつき。今大会を含め今季残り3試合という大詰めで差を広げておくビッグチャンス。そこ。 賞金女王に特別に目標を置いているわけじゃない目の前の一日一日をうまくこなすことに集中したいと自然体を強調した伊藤園レディス2日目中3日クレートアイランドクラブ千葉県6741アートパー72ツアー通算50勝を誇る A 久シード保持者の不動有利と 海外メジャー覇者渋野日向子の同組ラウンドがこの日実現今大会こそ調子が悪いものの今季も2勝を挙げている22歳はレジェンドの目にどう映ったのか間近で見て一番に感じたのはショット力テレビで見ているよりも近くで見た方がスイングにキレがある見ていて気持ちがいいプレーをするなと思いました 前日とは異なり、この日は力強く振り抜き続けたスイングはやはり印象に残ったようだまた攻め方にも勢いを感じた特に私が思ったのはティショットですねショートカットまではいかないですが狙いどころがあの辺ではなく点で攻めている私は保険をかけていくことが多いですが 渋野日向子さんを見ていると保険はあまりなかったかな積極果敢なマネジメントは自分にはないものだったそして今はピンの位置がかなり端に切られていて難しいですがそうやって攻めていくからバーディも取れると思いますとその攻撃力を支えているものを分析するこれらは渋野日向子だけでなく テレビで見ている若い選手のプレーからも感じる。アグレッシブに攻めていくゴルフが最近は多いですよね。黄金世代、プラチナ世代といった若手が、切磋琢磨し、数多くの勝ち星を挙げているが、一方で、こんな器具も、ライバルがいることはすごくいいことだし、どんどん頑張ってもらいたい。 ただ19から21歳くらいで賞金女王争いをしている選手が多いですがその選手たちと同じような活躍ができなくてもゴルフ生活は長いそういった選手たちも焦らずにやってほしいなと思う時もありますちなみに渋野ひな子が不動のプレーで一番素晴らしいと感じたのはお先の距離に寄せるストレスのないパッティングだったそしてそれは ショートパットが悪かったという自身の反省点でもあったそれを伝え聞いた不動は今はパッティングがすごく自信ないのででもそう言われると自信を持ってやろうかなと思いましたと笑いながら話した渋野ひな子 A 久シードの不動有利トラウンドそこで学んだこととは国内女子ツアー伊藤園レディス2日目 13日、千葉、グレートアイランドシーイコールパー72渋野ひな子 22= イコールサントリーが通算6オーバーの67位で予選落ちしたがツアー通算50勝で A 級シードの不動有利45との初ラウンドは実りあるものとなった渋野ひな子はステディーなゴルフというかつ奥に外したところは ありますがそれ以外はミスを少なく回られてましたしアイアンの距離感の精度が改めてすごいんだなと感じましたパッティングも下りのラインを合わせるタッチの出し方がすごく上手だなとさすが A 級シードを持たれている方のゴルフだなとグリーン上でもそれ以外でも見させていただきましたと印象を語った。 初日のラウンド後、この日の組み合わせが決まるといろいろ勉強したいなと思っていた学べたことについては一番はパッティングですかね最終ホール以外は下りも上りもお先にが打てるようなところにつけてパターで自分にストレスをかけないゴルフをされていたのでそういうところとかで違いを感じました 学んだのはそういういところですかね自身がグリーン上で苦しんでいたのと対照的だったわけだパッティングの安定は今後のスコアメイクにおいても重要な課題としているだけに試合の結果自体は残念だったが今後のプラスとなりそうだ渋野日向子一打及ばず予選落ちに22歳の 締め方としては最悪と語るも前向き女子ゴルフ渋野ひな子22イコールサントリーイコールは最終18番パー4で第2打をグリーンオーバー最後は1メートルのパットも外してダブルボギーとして通算6オーバーの67位タイフィニッシュカットラインに一打及ばず予選落ちとなった15日の誕生日を前に 評価しようもないぐらい情けないラウンドだった22歳の締め方としては最悪だったなと思うけどいくらでも変われるし伸びしろもあると感じた1年間だった変わることを恐れずに前を向いてやっていけたらいいなと思いますと語った次週の大王製紙エリエールレディスを最後に日本を離れ ベツアー最終予選、9シリーズに臨む。